飛行時間型質量分析系は粒子の質量分析系の一種で加速させた過電粒子の飛行時間を計測することにより対象の質量を測定する分析系。過電粒子は基地の電解強度の電状によって加速されることで電荷に比例した運動エネルギーを得る。加速された過電粒子が一定距離を飛行する時間を測定することで 質量電化比を測定することができる。飛行時間2次イオン質量分析系とは、個体資料上の原子、分子の化学情報を1分子層以下の感度で測定でき、また特定の分子や原子の分布を100ナノメートル以下の空間分解能で観察できる、質量分析系である。東府シムズは1時、イオンビームを個体資料に照射し、その際に、 資料の最表面から放出されるイオンを検出する二次、イオン質量分析法の一つで、質量を分析系に飛行時間質量分析系を用いるため、トーフシムズと呼ばれる。シムズは、基本的には、破壊的な超高感度表面分析法であるため、有機、バイオ材料などのソフトマテリアルへの応用は難しいと考えられた時代もあったが、トーフシムズでは、イオンビームを、 アルス的に資料に照射することにより、実質的に、非破壊的な資料測定を可能とし、有機、高分子材料へ応用されるようになった。特に2000年以降は、バイオ材料の測定も多く行われるようになり、生体資料中の特定物質の分布イメージングや、材料上の DNA や、タンパク質などの評価なども行われている。ありがとうございます。